東京ビッグサイトにご来場の皆さん、コミックマーケット72企業ブースへようこそ。同人活動初心者の長名はじめです。ペンネームはビューティーラブ。まあそんなことは置いといて、今年も暑い夏がやってきました。私も最初は友人の梅雨に誘われて即売会に参加してみたんだけど、そしたら幼馴染のジャスティスが売れっ子同人作家になってたりして、もしかしたら同人誌で一攫千金も夢じゃないんじゃないかって思って、思わずこう宣言しちゃったのよ。幼馴染、ここに宣言します。私同人で稼ぎまくっちゃうもんね。それで結局同人誌を書くことになったんだけど、でも実際やってみるとこれがなかなかうまくいかないのよね。しかもツールがライバルの御堂さんのセコンドについたとか言ってるし、ここはもう絶対負けられないわ。果たしてこの後私と御堂さんの勝負の行方は一体どうなるのか。そしてジャスティスと星くんの関係は一体どうなってしまうのか。今後の展開もますます目が離せない。テレビアニメ同人ワーク。